全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。あなたはミトコンドリアと聞いて何を思い浮かべますか？私はミトコンドリアと聞いてパラサイトイブというホラー小説が真っ先に思い浮かびました。この本はミトコンドリア遺伝子の氾濫を描いた SF ホラー作品で、映画、漫画、ラジオにもなっています。私が高校生の時に発表された作品ですが、恐怖におののきながらも夢中になって読んだものです。いきなり脱線しましたが、今日の動画はホラー作品の紹介ではありません。ミトコンドリアと双極性障害について話をしたいのです。双極性障害とは、その名の通り躁と鬱が交互に繰り返される病気です。その発症メカニズムはまだ完全には解明されていませんが、セロトニン神経伝達の変化に原因があるのではと考えられています。また双極性障害患者の脳の測定などから、ミトコンドリア機能障害が双極性障害の発症に関与している可能性があるという研究もありました。今回、理化学研究所をはじめとした研究チームがある実験を行いました。その実験とは、脳にミトコンドリア病の遺伝子変異を持つマウスを作成し解析したのです。その結果、マウスの脳ではセロトニンの活動が亢進していることが分かりました。このことから、双極性障害においてはミトコンドリア機能障害とセロトニン神経伝達の変化という2つの病態がつながっているっていうことが分かってきたのです。ちょっと難しい話になってしまったのですが、要はミトコンドリアとセロトニンの関係の研究が進むことで、双極性障害の新しい治療法の開発につながるかもしれないということです。双極性障害とはなかなか厄介な病気です。特にそう状態になると過度に元気に見えるため、うつ病とは違った意味で誤解されることも多いのです。でもそう状態になると自分は何でもできると思ってしまい、ギャンブルに走って借金をしてしまったり、人の話を聞かなくなって対人関係が壊れてしまうこともあるのです。普通の人が想像するよりも大変な病気なんです。そんな双極性障害ですが、今回のミトコンドリアとセロトニンの研究により、病気の原因解明や治療が進むことを願っています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。